雪だるま。まあ楽しそうだし、付き合ってあげてもいいけど。誰しも雪だるまが楽しいという道は通ってきたはず。恥ずかしがることはないんだけど、そこが彼の可愛いところだよね。こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリがテーマの作品で、主人公はクソガキユイと名付けてプレイをしております。今回は共通に関する日替わりログインミニトーク集です。ただでさえ全キャライケメンという共通点のある彼らですが、今年も一つでも多くのストーリーで共感を埋めたら嬉しいです。それではご覧ください。どうぞ。こちらは11月6日公開のストーリー、話すことはないはずなのに。見ていきましょう。おや、ガグラ君、こんばんは。どうも。こんばんは。こんなところで奇遇ですね。珍しい組み合わせ。うん。隣、いい？はい。どうぞ。で、座ってもらったはいいけど、共通の話題ありますかね？沈黙。やっぱり特に話すことない感じ。それじゃあマトリちゃんについて語り合おうか。あの、なんでクソガキなんですか？まあ共通の話題といったらマトリちゃんかなって。唯一の共通の話題かもしんない。別にそこは檜山くんでもいい気がしますけど。確かに。いや、檜山については特に話したいことないかな。マイペース。でも僕もクソガキについては特にないので。強気。そう。残念。え、本当にそれ以外ない感じ？何が楽しくって僕がクソガキの話題を考えなきゃいけないわけ？まあこの間つば型の変なお菓子食べて喜んでました。ああ、駄菓子じゃない、懐かしくってハマってるって言ってたっけ？そうそう。それから最近は恋愛ドラマを毎週楽しみにしてるらしいですよ。そうだね。火曜のラブコメでしょ。昨日の慰労会でも盛り上がってたかな。はあ。あとまた懲りもせずダサい靴履いてました。ふん。動きやすさ重視って言ってたやつだね。ちゃんと話広げてくれるね。いや、動きやすさを考えるにしてももっと他にありますよ。毎回センスのかけらもない靴を見せられるこっちの気持ちにもなってほしい。つまりガグラ君はマトリちゃんのことを毎回よーく見てるわけだ。鋭い。目に入ってくるだけです。ダサい上主張の激しい靴だ。ほーん。見透かしたような感じ。っていうか本当にクソガキの話題で持つとか、さっきの沈黙何だったの？しかも僕からの情報すでに全部知ってるって、何この妙な敗北感。ま、マトリちゃんの話題は相変わらず尽きないね。そうですね。情報屋を上回る情報量。謎の敗北感を感じつつ一応会話が持つことに感謝するデザイナーなのでした。こちらは11月7日公開のストーリー、昨日のメガネ。見ていきましょう。ん？瀬尾さん、ボールペンなら足元に落ちてますよ。ありがとう。さっきはメガネの置き場所が分からなくなってましたし、今日は絶好調ですね。皮肉な言い方。ああ、昨日久々にお酒を飲んだせいか朝からぼんやりしてしまってね。二日酔いかな。ぼんやりしてんのは今に始まったことじゃないだろって思っても言わないのは優しさね。お酒断れなかったんですか？いや、自分から飲んだんだよ。なんとなくそういう気分だったから。これは楽しかった方だな。さすが行動心理学のスペシャリスト。まあ、このセリフからすると焼け酒の可能性もあったからね。うん。メガネの会も久しぶりだったし、うわ懐かしいこの会合。あの会まだ続いていたんかよ。
昨夜は一体どんな話を？おすすめのメガネのフレームを教え合ったり、あとはやっぱりメガネの話題なんだね。メガネという共通項の集まり。あの家の近くに美味しいラーメン屋があって、時々帰りに寄っていたんですけど、まあ、ちゃんとラーメンの話も絡めてくるね。そこの店主が最近メガネからコンタクトに変えたんですよね。まったく。しかも俺にやっぱり時代はコンタクトだよなんて言ってくるんです。ああ染まっちゃいましたか。もう反抗勢力みたいな言い方。なるほど。コンタクトの方がいろいろ便利なのはわかるけど、メガネよりさらに小さいから落としたら見つけるのが大変そうだ。そっちの心配かよ。機能性利便性じゃないんだね。ええ、そうそうなんです。大は小を兼ねると言いますからね。さすが瀬尾さんは大学の教授だけあって物事をよく理解しています。さっきのコメントに頭の良さ関係あるかって思っても上司相手には言いづらいね。まあ俺も友達にコンタクトにすればって何度か言われたことあるんですけど、今さら変えるのも面倒で、メガネで不便しませんし。そうだね、慣れちゃっているからね。もう体の一部みたいなものだし。そうですね、俺も昔メガネがない方がかっこいいと言われたことあります。俺のパートナーであるメガネを侮辱するなんて、その人とは縁を切りました。極端過激派メガネ。でも荒木田さんも今コンタクトだから危なくないっていうか、その話題。荒木田さんは普段コンタクトなんですよね。今そこに触れるな。まあメガネかけるシーンもあるけどね。いや俺は別にメガネが嫌とかじゃなくって、仕事から激しく動くこともあるからメガネだと危ない時もあるかと。俺はまだ司さんの息には達してないんで。上手に言うね。へえ、朝霧さんそんなすごいんですか。まあこないだちょっと犯人と揉み合いみたいになって、反響欄の相手がナイフで襲いかかってきたんで、司さんがドロップキックで止めたんだが、すごいシチュエーションだけどね。それでもメガネがずれてなかった。そうか、それはすごい。結局こういう話もメガネになるのすごいけどね。俺ぐらいになるとメガネの方がこちらに合わせてくれるようになるんですよ。メガネの性能なのか朝霧さんの凄さなのか。こんな感じだったよ。まあ楽しそうで何よりです。早乙女さんも何も言えない感じ。自分はメガネ組じゃなくてよかったと内心思う状況なのでした。こちらは11月8日公開のストーリー、身に覚えがある光景、見ていきましょう。夏が過ぎて取材がしやすい季節になった。さてまずは公園内の様子を観察するとしよう。たっくん、あのあたりでお弁当食べよう。ああ、今日はゆきちゃんの好きなものいっぱい作ってきたよ。わあ、ありがとう。ほう、公園で弁当を食べる恋人同士、料理が得意な男の手作りか。こうやって日常を切り取っていくわけね。次はこの公園も随分立派になったわね。ああ、確か昔はこの辺りに遊具があったんだったな。二人でブランコに乗ったこと今でも覚えているわ。なるほど。思い出の場所を訪れる老夫婦、記憶を呼び起こし回想とともに進む物語もいいかもしれない。いいヒントを得ましたね。取材してるわけじゃなく観察だから不審者がられないか心配だけど。次は兄ちゃん待って。お兄ちゃん、みーちゃんも行く。ちゃんと待ってるからそんなに走らなくていいよ。転んだら怪我しちゃうだろ。3人の兄弟が、少子化な現代少なくなってきてるけどね。兄ちゃん鉄棒しよう。みーちゃんもする。
兄ちゃんはもう少し大きくなってからな。どうして？まだ鉄棒に届かないだろ。届くようになったら兄ちゃんが教えてあげるから、今日は応援しててな。わかった、いっぱい応援するね。兄弟の構成も続き兄弟と一緒。いや、あの様子は身に覚えがある。メモの必要はないだろう。まあ長男が一番ね、こういうのは客観的に見てるでしょうから。兄ちゃん、鉄棒で勝負だ。負けないからな。頑張って。健康に、元気に大きくなってくれ。自分たちとの共通項が見出せましたよね。彼らが健やかに成長することを願う天才作家にも、いつかカップルや夫婦を見て、これも身に覚えがあると思う未来が待っているかもしれません。まあ確かに作家さんは特になんだろうけど、人生経験が反映されやすい職種だよね。こちらは11月9日公開のストーリー。アンケートをお願いします。見ていきましょう。アンケートへのご協力お願いします。ん？アンケート？住所や氏名は記載しない簡単なものなので、お時間が大丈夫でしたらぜひ。庶民の感覚では回答できないけど大丈夫でしょうか？うん。では、うん、おい、最初の項目に将来住みたい家のイメージとあるが、不動産に関する問いならまずは希望の地域や土地から意見を聞くべきだろう。え、土地ですか？まあかかる費用とかも変わってくるからね。ああ、想像してみるといい。何十年と経つにつれ、ライフスタイルは誰しも必ず変化するものだ。よって住み替えるという選択をすることも少なくはないだろう。その可能性も考慮した上で理想の家を問うべきだ。プロのご意見。なるほど。って言われても俺バイトなんだけど、上に意見通せるでしょうか？それで、それから2つ目の項目だが、でもこの人の話ものすごく勉強になる。何者なんだろう。ライバル企業の可能性もあると思うけどね。情報交換の機会になりました。少しお時間よろしいでしょうか？ぜひアンケートのご協力お願いします。次は菅野くん。はーい。いいですよ。あ、一応確認なんですけど、これちゃんと許可取ってます？警察官らしい。もちろんです。なら OK ですね。何何？住みたい家のイメージか。とりあえず理想全部書いてこ。まあ、公務員は住宅ローンの審査通りやすいでしょうからね。よし、できました。こんなに細かく。ありがとうございます。素通りする人が多い中とても助かりました。じゃあ。いえ、大変だと思いますけど頑張ってくださいね。なんていい人。らしさたっぷりでしたね。すいません、今少しお時間よろしいでしょうか？共通のアンケートをそれぞれに聞いていく展開だね。アンケートへのご協力お願いします。なるほど。たまにはいいだろう。ありがとうございます。ではこちらに。住みたい家のイメージか。電子顕微鏡室、 DNA 実験室、組織培養室、低温室がある家が理想だ。もう施設。まあ、家を選ぶとき最も重要視すること、マウスを飼えるかだな。ペット飼ってことね。理想の間取りを教えてください。間取りにはこだわらない。研究ができるならそれでいい。よし、書き終わった。ありがとうございます。 DNA 実験室。独特な人に当たってしまった。共通のアンケート回答は三者三様でしたね。個性豊かな通行人たちに困惑したり感謝したり、忙しいスタッフなのでした。まあこうやって許可取ってるアンケートには協力してあげたいよね。こちらは11月11日公開のストーリー、いつもの散歩道。見ていきましょう。たったった。くんくん。何か気になる匂いでもありましたか？犬の散歩でしたね。
好きな匂いだったみたいですね。小次郎や、そろそろ行こうか。おじいさん登場。小次郎てんてんてん。ほら、日向ぼっこの続きは庭でしよう。うん。あのおじいさんと犬、よく見かけるね。うん、散歩してるとそういうことあるよね。うちも犬飼ってるんで気持ちわかりますが。きっと散歩コースが同じなんだろう。今は元気なクライナーも、いつかはあの老犬のように。まあ若いうちしか散歩行きたがんないっていう犬もいるよね。クライナー。俺たちは死ぬまでずっと一緒です。うん、絆が深まりました。数日後。はぁ。最近、あのおじいさんと犬の姿を見かけませんね。一体、どうしたんでしょう。クライナーも心配ですか？そうですね。もしかしたら、散歩コースを変えたのかもしれませんね。散歩の時間帯を変更した可能性もあります。うん、まあ、暑い季節とかだとね、避けたりもするよね。よしよし。大丈夫です。俺たちみたいに、きっと今も、一緒にいますよ。そうであってほしい。まあ、同じ犬好き、共通する存在だからね、気持ちはわかりますけどね。それからさらに、一週間後。お、結構日付をまたぐエピソードだね。小次郎や、今日は寄り道してみるか。うん、ご存命でしたね。この先にな、林道が、綺麗に咲いている場所があるらしい。ちと遠いが。なーに、お前さんが歩けなくなっても、わしが担いで帰るから安心しろ。うん、いい関係性だね。歩き方がゆっくりなのは変わらないが、前より元気そうだ。あの、こんにちは。ああ、こんにちは。すみません。突然すみません。公園でよくお見かけしたので。わしも覚えとるよ。あんた、ずいぶんかっこいい犬連れてるからな。ぷう、嫉妬しちゃうね、小次郎。小次郎もかっこいいよ。この小次郎が体調を崩してな。しばらく散歩は休んでいたんだ。だけどもう復活したなあ。そうですか。よかった、本当に。うん、お二人とも元気そうでよかったよね。わしも小次郎もまだまだ長生きする予定だからな。いっぱい歩いて体力つけんと。さあ行こうか。よたよた、添い遂げますね。幸せな後ろ姿。俺とクライナーも他人から見ればあんな風に見えるんだろうか。うん、一生添い遂げる決意が固まったかもしれないね。まあもともとその決意はあったでしょうけど、同じ犬を愛する者として彼らの幸福を祈りたくなった刑事さんなのでした。こちらは11月12日公開のストーリー。お名前は？見ていきましょう。うん、問題なさそうだな。じゃあ次はおもちゃ屋さんが舞台。お疲れ様。マキ？ハトリ。珍しいな、なんでこんなところに。俺はこのデパートにちょっと用があってね。おもちゃ屋に用があったわけじゃないのね。フラッと見たらマキがいたから挨拶だけでもしておこうかと思って。マキは視察？ああ、今回の新作に対する生の反応知っときたいかな。なるほど。買う大人だけじゃなくって遊ぶ子供の反応が重要だからね。そういうこと、プロ意識が高いね。うん？あれ？あの子一人だ、迷子かな。ちょっと声かけてくれ、優しい。なあ君、何か困ってないか？うん。ねえ、こんにちは。今日は誰と一緒に来たのかな。ケイタ君のお母さんいなくなっちゃった。くしくもケイタ君。へえ。ケイタ君っていうのは君のこと？
僕、ケイト君。意外な共通点。そっか、いい名前だね。大成しそう。おい、ほら、このお兄ちゃんも同じ名前なんだ。まあ、和やかな雰囲気作り大事だよね、こういう時。本当？お兄ちゃん、ケイト君っていうの？ああ。すごい。すごい？同じ名前が嬉しいってことかな。まあ、イケメンと一緒ならね。じゃあ迷子センターで呼び出しをかけてもらうか。うん、そうだね。うん、スムーズに見つかるといいけど。数分後、迷子のお呼び出しを申し上げます。これで3回目のアナウンスか。デパート内にいればさすがに気づくはずだけど、まさか帰ったってことはないでしょうからね。あの人いた、よかった。お母さん。よかったな。すいません、お世話になりました。まったく、あなたはケイタ君じゃないでしょ。違うの？え？この子、戦隊シリーズにハマっていて、主人公のケイタ君になりきっているんです。なるほど、そういう事情か。最近は自分の名前を聞かれるとケイタ君って名乗っていたから、もしかしてと思って来てみたら。いえ、合流できてよかったです。大人の対応。名前が違っていたからセンターに来るのが遅れたってわけか。まあ、まさかうちがって思わないもんね。本当にありがとうございました。じゃあ私たちはこれで。まあ、でもはぐれていたからこそ寄ったんでしょうね、こっちに。ほら行くよ、羽鳥くん。あ、ここも共通点。うん、バイバイ、ケイタくんとお兄ちゃん。うん、はぁ、ゲット大成するな。俺もそう思う。未来の羽鳥くんの姿も楽しみだね。まさかの名前にどちらからともなく笑いがこぼれたのでした。何歳ぐらいの子だったんだろうね。こちらは11月16日公開のストーリー、回るレンタルスペース、見ていきましょう。かな、こんな店だったっけ。ああ、多分レンタルスペースだと思う。毎回違う店が出店してるんだよ。前に見た時は着物とか和雑貨を販売してた。よく遠方から出店してるケース多いよね、こういうところ。なるほど。今日は骨董品売ってるんだ。へえ、結構いいもの売ってるみたい。この茶器とか珍しいやつだし、そういう見識まで深いんだね。お姉さんが好きそうな色合い。これ限定販売されていたカップだ。ペアセット、ゆいさんとお揃いにできる。結局は考え共通してるんだね、お姉さんのこと。うん、たまにはこういうところを覗くのも悪くないかもね。あ、かな、来週はメロンパンの販売だって。メロンパンには目がないもんね。来週も来る？察してくれてる。まあ、考えとく。こういうところ強がっちゃうところは可愛いよね。そして別日。ん？あ、今度は関さん。こんなところにこんな店あったか？ああ。このメロンパン屋は別名、客から逃げるメロンパン屋なんだよ。すごい異名。レンタルスペースで営業しつつ、客が殺到する前に別の場所に移動するってわけ。みんなの差し入れに持っていく前に、ここで席の反応見とこうかな。よし。ってことで、すいません。メロンパンを2つください。焼きたてだからかあったかいな。うまい。クソガキも好きそうだな。考えることは共通してる。うんうん、確かにこれは評判通りだ。近くにあったら通いたくなるね。ゆいちゃんの好みにも合いそうだし、これは文句なしに差し入れ決定かな。お、来週はまた別の店が入るんだって。へえ、次は古書か、古本ね。店は次々変われども考えることはみんな共通して、ヒロインのことっていうね。別日、次は誰？九条さん。お探しの本これじゃないですか？そうだな、まさしくその本だ。よく見つかったね。よかった。絶版の本って言ってましたよね。見つかってよかったです。ネット注文でもないのに。ああ、付き合ってもらって悪いね。
いえいえ、僕もちょっと見てみたかったので。せっかくだからもう少し見ていくか。ふむ。料理本や園芸録音と一緒に小説が並んでいる雑然さ、他人の本棚を見ているようで何とも趣深い。彼女の部屋の本棚にはどんな本が並んでいるんだろうか。あ、確かにジャンルの幅が広いですね。あ、どうした。いえ、見覚えのある本だったのでつい。この新訳本、彼女が前に読んでいたような。せっかくだしこの本を買っていこう。ふん。しかしこのレンタルスペースは面白いな。今夜にでもみんなに話してみるか。え、うん、いい機会になりましたね。次にレンタルスペースに入るのはどんな店なのか、それぞれ思いを馳せる彼らなのでした。まあ、本当に思いを馳せているのは彼女のことなのかもしんないけどね。というわけで最後は買い物に行きたくなるようなストーリーで締めさせていただきました。共通をテーマにした日替わりログインミニトーク7選、いかがでしたか。どのキャラクターも似ている部分がありながらもそれぞれに個性があって、よく推しキャラは誰ですかとご質問いただくんだけど、結局箱推しになっちゃうのはどのキャラも共通点が多いからかもしんないね。そんな彼らの様子も引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況でやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。最後は九条相馬さんのキャラクターボイス、沢城千春さんのお声とともにお別れです。また次回もよろしくお願いいたします。俺の体はあまりに脆弱すぎる。こんな俺を選んだあなたはよっぽどの変わり者だ。それでは。